こんにちは。こんにちは。こんばんは。エミネムボーイのひなみです。たくみです。はい。今日はですね、皆さん9月毎日投稿たくさん見てくださってありがとうございました、というお話でございます。はい、9月をね、毎日投稿始めますっていう動画を9月2日に投稿して、毎日投稿といってもショートね含め毎日なんだけど、多分これが上がってるのが9月30日なので最終日、これで終わりですっていうことですね。もともとね、目標が9月中に20万人達成っていうのも込めて毎日投稿しますっていう、うんうん、そうですね、ことを言ってたんですけど、見事24日の10時ぐらいか、10時半ぐらいだったに達成しました。おめでとう。おめでとう。いやー、これなんか勉強とかってね、もっと分かりやすく結果が出ると思う。そうね、数字にちゃんとね、なんかテスト勉強すればさ、点数に現れるし、もちろん効率とかねあるけど、 YouTube ってちょっと違くてさ、仮にめっちゃ頑張って毎日投稿したからといって伸びるかって言ったら、またそれはね別問題なわけで、僕たちも毎日投稿しますとは言いつつ、超えたいって気持ちはもちろんあったけど、うん、本当にいけるのかっていうところは不安な気持ちはあったわけ、少なからず。でもこれをね、見事有言実行したっていうことに僕はすごく意味があると思ってて、すごいよね。いや、もう本当に素晴らしいと思う。今登録者何人になってるか分かんないけど、9月で20万人って言ってたのが、大幅って言っていいのか分かんないけど、まあ大幅に超える形で終われましたというお話です。はい。で、まあ明日からね10月が始まると思うんですけど、まあ、10月11月12月今年はもう3ヶ月、やばいよね。夏の終わった後のさ、今年残り何ヶ月みたいなの、やばいんだよね。やばいんだよね。だからあと3ヶ月しかないんですよ。で、僕たちの目標が今年中に30万人、登録者数30万人なんですよね。ということは、今月を上回るペースでいろんな方に知っていただかなきゃいけないわけですよ。ということで、何を言いたいかと言いますと、10月11月12月ほぼ毎日投稿します。皆さん多分ね、大丈夫って思って心配してくださってる方もいっぱいいると思うんですけど、大丈夫大丈夫。今頑張りたい時期っていうのもあるし、うん、それこそ自分たちがこれから叶えたいことのために、今この3ヶ月を頑張るべきだなと思ってるので、12月末に、あー今年頑張ったよねって言えるように、今頑張りたいっていう感じだよ ね。30万人達成っていう目標はもちろん超えたい目標なんですけど、うん、それに加えて、まあほぼ毎日動画を出せるのも一つの目標にしたいなと思っております、うん、まあ、なんなら毎日9月と同じぐらいのペースで出せたらベストなんだけど、そうね、ちょっと9月の疲れもちょっとあるから、ちょっと出せない日があっても、そうだから毎日投稿とは言わない、言わないっていう、うん、そういうことでね。もし万が一あったら申し訳ないから、言わないね、言えないっていう、そう、保証がね、うん、ただまあでも頑張る、頑張る、うん、そもそも今年の30万人の目標っていうのは、うん、無理のある野望ぐらいの感じの30万人っていう目標だったんですよ。目標だわけだからさ、高く設定しないと意味がないじゃん、うん、っていう話で、30万人じゃ目標にしようぜって言ってたんだけど、目標の中の20万人突破っていうのが叶えたのよ。無理かなって思ってたのに叶ったじゃん。だから頑張ってみようっていう話、だからこれはみんなのおかげで頑張ろうと思えたっていう話なんですよ。そうだね、無理だろうなって思いつつも頑張りたいなぐらいだったのが、でも20万突破できたし、残り10万全然遠いけど、壁は高いけど、やれるとこまでやったらもしかしたら奇跡起こるかもよっていう希望をみんながくれた、だから頑張りたいなって今思ってる、うん、メラメラしてるよね。メラメラしてる。リトルひなりがメラメラメラってしてる。稲崎ピア踊ってる。踊ってるの、メラメラしろよ。溶けてんな、もっとちゃんとしろよ。ノリノリね。まあ、ということで、10月、11月、12月も変わらずね、動画たくさん出ると思うんですけど、はい、僕たちが毎日投稿しますって言った時から、ずーずーずーみんながね、ツイッターに今日の動画のお気に入りシーンを載せてくれたりとか、過去の動画の自分の好きなシーンとかを載せてくれたりとか、うん、たくさんね、みんなね、いろいろやってくれたわけですよ。ある種の布教活動って言えばいいのかな。いろんな人に知ってもらえるように、うん、みんながいろいろ考えて投稿してくれてたわけですよ。それを見て、まあ、僕たちももっと頑張んなきゃいけないなという、うん、まだ頑張れるなと思ったの、うんうん、みんながいてくれることをより強く実感したおかげで頑張れるなって思えたから、今年はそれを実際に行動に移してやりきっで、いい1年だったなって終わりたい。実際問題、その9月毎日投稿しますっていう報告動画を出して2日後ぐらいに結構後悔した部分があったんだよね。後悔はしたよ。なんか絶対に出さなきゃいけないっていう、プレッシャーまでいかないけど、まあなんか自分が言ったからにはやらなきゃみたいなものとか、まあね、毎日投稿するってなったらやっぱ編集がどうしても増えるし、プラスアルファでショートの動画も結構出してたから、うん、はあ今日もか、若干そう思った時もあったの。ただ20万人突破した時には、あ、やってよかったわってすっごい思ったよね。思った、マジで思った。言ったからこその20万人突破なので、俺たちからしたら、例えばじゃあこれを仮に誰にも言わずに自分たちの中でなるべく毎日出そうっていうマインドでやってたら多分超えてないのよ、うん、だけどそれをみんなの前で毎日投稿します、頑張れっていう状況になったおかげで自分も頑張れたし、そのおかげでやってよかったって今思えてるわけで、だからそれをあと3ヶ月頑張りたいって話だよね。修羅の道だよ。
ね、頑張れるし頑張りたいじゃん。だから頑張ろう。そうね、今が頑張り時マジで。そして20万人突破したらとある発表あるよみたいなことをちょっと匂わせてたね、こともあったと思うんですけど、現時点でまだちょっと準備しきれてないところがあるので、完全に準備しきって皆さんにお伝えできる体制が整い次第ご報告動画みたいなのを撮って詳しく皆さんに説明させていただきますので、それは少々お待ちください。はい、なんで発表するって言ったのに遅いんじゃって思う人もいると思うんだけど、思った以上に早かったのよ。ありがたい。めっちゃ嬉しいことなんだけど、正直その20万突破するタイミング早すぎていろいろ間に合わなかったっていう、そういう事態なんですよ。まあでも楽しみに待っててくれると嬉しいなと思います、はい。そしてね、 YouTube ライブも来てくださった方本当にありがとうございました。ありがとうございました。始まった段階では残り800人くらいいたんですけど、1時間ちょっとぐらいで無事に超え、最高同時視聴者数4500人くらい、すごい。総再生回数も多分もう10万回近くいっておりますので、ね、すごくみんなの力を感じたというか、僕たちを支えてくれてる方の多さも感じたし、パワーもすごく感じたので、それをね、なんか具体的に行動に結びつけてくれてる子とかもいて、それを見るとなお頑張んなきゃなって思うし、多分みんなはただ優しさでやってくれてるだけだと思うんだけど、僕たちはその優しさを無駄にしないように頑張っていきたいと思います。来てくれた子ももちろんだけど、見えなくて後から確認してね、突破のタイミングを見直してくれた子、も含めみんなありがとうだよね。本当にその後のツイッターとか、いや、ストーリーとかもびっくりしたよ俺。めっちゃいっぱいあったよね。俺だって画面録画したもん。そう、私もした。分からんけどトレンドってこうやって乗るんじゃないかって思ったの。こういうタイミングで乗ってないけどね。ズーズーの子で言ってる子もいたんだけど、いつかネムネムボーイがトレンド入りしてほしいよね。それ嬉しいね。例えば次30万に突破の時の YouTube ライブでもいいけど、どれぐらい投稿したら入るんだろうね。1000とかじゃないの？500とか1000とかじゃない？厳しいね。だからまあでもそれぐらいツイートしてくれる人とか、発信しようって復興しようと思ってくださる方を増やせるようにね、頑張りたい。頑張りたい。そして増やすだけじゃなくて、一人一人と濃いつながりを作っていきたいし、僕たちももともとね1000人とか2000人だった時と、今20万人の時と、ゆくゆくは50万人100万人の時と、目線は絶対に変わらないので、ね、みんなとの距離感もみんなと同じ目線で僕たちはこれからもやっていくつもりなので、寂しいなって気持ちを持つのはなんか一種当たり前な気はしてるんだけど、でもその寂しさを、ねむねむってこうだからいいよねとか、ねむねむってこうだから近く感じるよねって思ってもらえるように、よりこれからも意識していきたいと思います、うん、ということで20万人お祝いしてくださった方、 YouTube ライブ来てくださった方、毎日投稿を支えてくださった方、本当にありがとうございました。ありがとうございました。なんか私らがさっきから数字ばっか言ってるけど、数字以外にももっと大事なことがたくさんあるのも理解してて、無限にしたいわけでもないし、それも全部ひっくるめてワンステップワンステップ上がっていきたいなっていう風に思ってて、それはもちろん私たちだけじゃなくて、今見てくれてるみんなも一緒に上がっていきたいなっていう風に思ってて、なんでじゃあ上がっていきたいのかっていうと、数字があることによってできる幅が広がったりとか、周りの目線が変わったりとか、このねむねむボーイっていうのは2人の世界の中にみんながいるような形なんだけど、それ以外にもやっぱりいろんな人がいるんだよね、うん、で私たちがやりたいことだったりとか、みんなと一緒に叶えたいことだったりとかをするために、やっぱり数字ってお仕事としてやっていく上で必要な部分だからこそ、みんなに喜んでもらえる報告がたくさんできるように、私たちも数字だったりとか再生回数だったりとか、そういう部分も意識して活動してるっていう感じかな。だから決して数字が上がれや偉いだろうとか、数字が上がれやいいっていう風に考えてるわけじゃなくて、もっと先のいろんなことを考えて数字を見ているっていう感じかな、ね、ということで、9月終わって毎日投稿終わったふーって思ってるかもしれないですけど、今年残り3ヶ月も皆さんと一緒に歩いていけたらいいなと思っております、はい、ちょっと小走りかな。そうだね、うん、ジョグぐらいかな。小走りじゃちょっとね間に合わないかもしれない。引き続き皆さん応援のほどよろしくお願いします。はい、ということで、はい、今年残り3ヶ月ほぼ毎日ねむねむボーイ見れるの最高だなって思った方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ほぼ大事よ。